皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカーやっていくる。今回は100人マリオの難しいがちょうど残り3コースで途中で中断してあったので、こちらをクリアしていきたいと思います。続きからやっていきましょう。残り3コース、あと67期ですね。まあ、残機は大丈夫だと思うんだけど、とても難しいじゃないんで、ギリギリ、まあ目標50機を切らないようにやっていきたいと思いますね。ランボイラン、スピラン、やめて。わ、スピランじゃないけど、なるほど、おーい、来た、これキノコでしょ。キノコは取って、できれば10ゲームも取りたいけど、おーい、怖いよ。これは当たるな、しょうがない。10ゲーム、10ゲーム、キノコ。これ、捕まりる？なんだよ、行かないのかよ。最初のバレは何のために必要だったんだ。このバネ最後まで持っていくんだよね、多分ね。じゃなきゃ置いてある意味がないから。よいしょ、ここで10ゲームを倒したいけど、10ゲームが倒せない。クソ、邪魔な位置にいるね。10ゲーム早めに叩きたい。残り65機、もう2機も減っちゃった。大丈夫かな。ここのキラーが意外と邪魔なタイミングで出てくる。危ない危ない危ない、あーぶねえ。やられるとこだった。10ゲーム倒した。あ、しまった。できれば上行きたかったけど、まあしょうがないか。葉っぱとかに変わったりはしてない。オッケーオッケー。今度はバネも置いていっちゃおう。邪魔だ。よし。ここは、ワンダメージ覚悟のゴリゴリ。クッパか。いいんじゃないいいんじゃない、ギリギリで。うっさぴょーん。でもあれでゴールっぽいですね、きっと。もういける、大丈夫、余裕、オッケー。はいはい、ここの次元次第なんだけど、あんな上で当たっちゃう。ここのキノコは取った方がいいと思う。キノコ優先で、これを捨てて、あ、怖いね。届かなかった、しまった、助走つけられなかった。大きなままで行こうと欲をかいちゃったかな。このバネ邪魔、もういらない。あ、それともバネを使って最初から次元も倒したりとか、そういうのもありなのか。なーにやってんの。あのダメージの硬直で動かなくなりました。最初の1コースでこんなに奇数減らしちゃってるけど、まあ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 、まだなんとかなるよ。よし。さっきも同じところでやられたような気がしますよ。このキラーがいいタイミングで出てくるんだよね。いい仕事してる。あいつ給料高いでしょ。給料いくらだ。あのメット被ることもできるのか。これ勝ちゲーでしょ。もう勝ち申した。勝ち申した、勝ち申した。もう早めに押しよう。これでゴールでしょう。変な仕掛けもなし、オッケー。いやー、結構苦戦させられた。そんな難しい仕掛けはないんだけどね。ランボイランクリアしました。ありがとうございました。次行きましょう。残り2コース。デビルズスイッチバック。これは上のドクロには届かないか。このファイヤーを避けていけっていうことですよね。おいおいおい、なになに、あのキラーから何かが出てくるのか。スイッチバック、了解了解。今のはちょっと勢いがつきすぎてた。何かが来るんでしょう。あのキラーを使って上にあるなんだっけ、ドクロ、こいつに飛び乗れと、そういうことですよね。オッケーオッケー。で、上か。これどっちだろう、左でいいのかな。右にも行けそうな気もするけど。おー、なんだ、
あのメットを踏んでハテナブロックに当てろと、そういうことだ。難易度高いね、このコースも。てかクリアに時間かかりそうだな。左側のドクロまで行ってみる？さっきこの右側に今見えてるドクロに乗ったんで、今度は奥の方に乗ってみよう。はい。あ、特に何もない、ダメ。はい。難易度上げちゃっただけじゃん。あ、結構でもいけるもんだ。了解了解。あとはファイヤーに気をつけて。はい、クッパのファイヤーは一回やり過ごそう。こうか。あそこのハテナブロック叩きたいけどもメットもいないしな。あと何回スイッチバックさせられるんでしょうね。ここは大ジャンプでいいの？本当にいいの？信じますよ。ギリギリまで走ってからの大ジャンプ。あー、クッパさんいらっしゃいませ。はい、ゴール。下に動く床が見えてたけど、あれは一体何だったんでしょうね。もしかして別ルートでも行けたんですかね。残り60機、あと1コース、まあクリアはいけるかな。よし、最後のコースも頑張っていくる。デビルズスイッチバック。なんか今回全部外国の方のコースに当たってますね。日本人のコースも2つぐらいは遊びたかったんですけど、あの上の白狩りじゃないや、白ドクロに乗るかどうか、まあ乗っていこう。とりあえず初見だからいろいろ試してみないと。下にはいわゆる雑魚モンスターがいっぱいで、ジュゲムさんがいたけどジュゲムは奪えない。上になんかいた。はい、これどうしようかな。入ってみるか。お邪魔します。お、即死トラップではなかっただけまだ優しい。でファイヤーはギリギリ上のところまで当たる位置だね。カロンさん、あ、当たっちゃった。情けない。これ下のトゲゾウのところはスピラン、あ、あれなんでこんなところで当たっていくの。残り時間は大丈夫。あー、これはきつい。これはきついな。でっかいパックンとデブブロス。今度は下も一応覗いてみますか。きっと下ルートもある気がするんだよね。どっちが簡単か、てかどっちが正規なのかまだ分かんないけど、このカロン邪魔。はい、しょうがない。もうここはゴリゴリだ。花ちゃん、おお、ワンワン、こんにちは。これはきついけど、この土管入るとなんかありそうな気がする。もう一回こっち行ってみよう。ゴリ押しだな。こうしたタイトルよく読んでなかったけど、ベリーハードって最後についてたような気がします。これは安定のゴリ押し。ほい、これでいい。はい、入れないのかよ、入れないのかよ。マジですか。じゃあさっきの扉ルートがやっぱり正解かな。じゃあどんどん進んでいっちゃおう。ここで時間かけて進もうと思ったけどダメだった。下手くそだな。でも、あー、この辺にどうしてんだ、こんにちははしてたような気がして。こんにちは。あの扉でも入らないで行ってみようか。次はせっかくなんで何があるかじっくりゆっくり観察して進んでいくのもこつなもんなじゃない。いいの？よっしゃー。お、ジュゲム取れた。これは大きいぞ。せっかくなんでこのままスルーして行ってみますけど、あ、ここに繋がってんのね。了解了解。どの辺でジュゲム切れる？そろそろ切れる？できればもうちょっと進めたいけど。 OK。 ほい、今度は当たらなかった。ファイヤーのまま来れたのは OK で、テレサがいて、なんだっけ、パックンとデブブロス、どっちかだけでも倒せれば一気に楽になる。 OK、 いいんじゃない。ここまでいい感じです。お、クッパの炎来た。どんどん道がなくなっていく。道がなくなる前に行かないと。ほい、ここだ。あー、惜しい。何、左って何、左って。
分かった、でも分かった、リフト使って一気に上を飛び越えていけって、そういうことか。いいじゃないですか、囚われの奥姫様を助け出すために配管工が行く。もうちょっといい職業なかったのかなとも思うけど、職業で差別しちゃいけない。このままどんどん行きます。実況的にいいのかどうかあんまり良くないかもしれないけど、まあいいや、よし、あう、囚われのお姫様、今助けに参りますよ。お姫様って公務員なのかな。よいしょ、ハテナブロック何があるか確認したかったんだけど、確認したかったんだけど、やばい、これはやばい、道がなくなっていく。今だ、今です、ここで上を飛び越えて、おお、塞がれてる、入れた、よかった。いやー、クッパ3体に守られていて結構苦戦しました。そして最後の姫の待つ部屋には入れず、残念マリオ、あー、頭抱えちゃった。よし、これで無事に3コースクリアすることができましたね。この最後のピーチに合う画面、マリオ3のが一番好きです、私は。皆さんどれがお好きですか。さてさて、このエンディングが流れるんですけどね、前回プレイしてからかなり時間が経っているんで、正直どのコースがどのコースだか全然覚えていないんですけど、日本人の方のコースが少ないな。今のところまだ1コース。あ、難しい、16コースでしたっけ？やって、日本人の方のコース1コースしかなかった。もうちょっと増えるといいな。ファイアーエンブレム、ルフレっていうんですかね。キャラマリオゲットしました。ありがとうございます。はい、そして今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画も遊びに来ていただけたら嬉しいと思います。次回はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければまたゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。